間が午前の部最後の時間近づいてるんですけど、ここでいよいよ皆さんが一番楽しみに待ってくださった新曲を披露したいと思います。今回の新曲は今までとのロアベリとはちょっと違った大人っぽい私たちが見れるかなって思うので、それで期待して聴いててください。それでは聴いてください。ラブジャスト。